熱海市で起きた土石流で、今日新たに2人の遺体の身元が判明しました。また今日からは避難している住民への新型コロナのワクチン接種が始まりました。発生から17日目、今日の捜索活動はおよそ900人体制で進められました。熱海市によりますと、今日2人の遺体の身元が分かり、小川徹さんと松本貴弘さんと発表されました。これで死者は18人、行方不明者は10人となりました。一日も早く、救出してあげたいなというような思いでおりましたけれどもね、大変残念だという気持ちをですね、未だにちょっと信じられないという気持ちでおります。亡くなった小川徹さんがかつて勤めていた会社の社長です。小川さんは熱海ガスに1974年に入社し、41年間働きました。私はね、もう会社入った時からですね、いらっしゃいましたので、まさかですね、年でいうと15歳、違いますので、ね、大先輩で、ありましてね、もう会社入った時からずっとお世話になっていて、大変温厚な方でね、誰にでも優しい、それから部下にみんな慕われてましてね。小川さんは会社の野球部に所属し、監督、部長として活躍しました。未だにちょっとね、信じられないという気持ちでね、いるのは確かです。まあ、それと、非常に寂しいという、一緒にね、野球部がやってきましたし、会社でもいろいろお世話になったということでね、本当の、感謝しかありませんね。一方、今日からは避難している住民への新型コロナのワクチン接種が始まりました。じゃあ手まっすぐにして確認してくださいね。伊豆の国市の順天堂大学静岡病院で、今日と明日の2日間、およそ470人の住民のうち希望した82人が接種を受けます。高齢者の方がいますし、私たちが感染するだけでなく他の人にね、移してしまうっていうのが一番怖いことですから、長丁場になると思うので、早めにこういうことをやっていただけたっていうのは本当に感謝しています。7月の10日に地元の小学校の体育館で受ける予定だったんですけど、その3日の日に土砂崩れがあって、でその土砂崩れで道が分断されたもので、2人とも打てたっていうことで、一応安心はしてます、はい。接種を受けた人たちは安心したと話す一方で、まだ行方がわからない人たちが早く見つかることを願っていました。